皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期テスト対策にもなる中学理科基本ミニテスト、今回は光合成の2回目です。ここに植物の細胞の絵が描いてあります。この植物の細胞の中にはなんか緑色の粒が入っているんですよね。今回はその緑色の粒に関する問題です。問題は3問。1番、光合成は植物の細胞の中にある緑色の粒で行われる。この粒を何と言いますか。2番、光合成ではデンプンなどの養分と酸素が作られます。デンプンがあるかどうかを調べる薬品、これは何ですか。3番、この薬品はデンプンがあると何色に変化しますか。この3問です。さあ皆さん、一度動画を止めて考えてみてください。答えが分かったらもう一度動画を再生し、正解を確認しましょう。正解はこうなっています。植物の細胞の中にある緑色の粒、これは葉緑体です。そしてデンプンがあるかどうか調べる薬品ですね、これは葉素溶液でしたね。そしてこれ葉素溶液、デンプンがあると3番の答え、青紫色に変化します。これ問題集によっては赤紫色と書いてあるものもあったんですけれど、ここでは青紫色と書いています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。